プールサイドの皆さん、こんにちは。水中家庭教師です。最近 TikTok を頑張っています。 TikTok に動画投稿を頑張っています。で、その時 TikTok 用にターンの動画を撮ったんですけど、どうせならこれ YouTube でも流したいなと思ったので、ちょっと今日は画面の向きが、動画の向きがもしかしたら変かもしれませんが、このまま続けさせていただきます。一応これだけ言っておこうかな。個人レッスン、グループレッスン、撮影会、練習会を開催中。ご興味のある方はこの動画の概要欄よりどうぞ。最初にまずフリップターン、クイックターン、2種類お届けしますのでご覧ください。まず1種類目、そして2種類目。どうでしょうか、違いは分かりましたか。じゃあもうちょっと分かりやすくなるようにね、これを重ねてみてみましょうか。はい、どうぞ。余計見づらいかな、これ。分かりにくいかもしれないんですけどね、2回目の方が若干斜めに回ってます。縦回転ではなく横回転にしているような感じ。言い方を変えると1回目が1回転で2回目が半回転。というわけで1回目よりも2回目の回り方を推奨しているんですが、こういうことをすることによってどういう効果があるのか。まず1つ目は時間の節約。1回転より半回転の方が時間がかかりません。この2つが組み合わさってる動画、よーく見てみると1回転の方が早く回り始めてるんですが、実際に壁に足がつくのが早いのが半回転の2回目の方。見るかな、これ分かりにくいかな。で、2つ目の利点が回転後の体の向き。1回転の方は回転後の体の向きが上向きですね。上向きで飛び出してその後バサル打った方が調子いいっていう方はクロールでこれでもいいかもしれないんですけど、私は取っちゃったら私はちょっと違うので、できれば横向きになってたいんですね。なのでこのように半回転で回ってあげるとターン後にも体が横向きになりやすい。その後壁を蹴りながら横向きでドルフィンキックを始めるもよし、壁を蹴って体を下にねじりながら通常通りというかね、ノーマルに下向きでドルフィンをやるもよし。向きでやる方なんて本当に限られてると思うので、大体の方が横向き、まあ下向きが多いんじゃないですかね。体の向きを素早く下向きにしたい方はこのターンのやり方、半回転を試してみてください。次にタッチターン、こちらも2回取っております。まず1回目、そして2回目。何が違ったでしょうか。ということで今度は重ねてみてみましょう。1回目の回転はタッチした後そのまま背中から水を受けるように回っています。2回目の回転はタッチした後片方の手を引いて体を半身にしてから回っている。1回目は両手で壁を押しているので、その分回転力がつくんじゃないかというふうに思ってしまうかもしれませんが、残念ながら背中で水を受けている分重いです。動作がとても重くなる。一方2回目のターンは半身になることにより水とぶつかる面積が減っています。とにかく早く回らなきゃと思うとこの半身になることを抜きがちです。ですがこの一手間があるかどうかでターンの速さ自体が変わってくるので、やることをお勧めします。これ壁掴むと簡単なんですけど、立ち場みたいに掴めないとこだとちょっと難しくなる。なので日頃の練習からね、低いプールサイドだとしても掴んで回るんじゃなくて、ちゃんと掴まないで回る練習しとくことをお勧めします。おすすめばっかですが、はい、今回はこんな感じで、ちょっと TikTok に使った動画を流用してみたので、もしかしたら見にくかったかもしれませんが、どう？よかったら感想をもらえると助かる。今後もちょっとこういうのやりたいなとちょっと思ってるので、よろしくお願いいたします。それではまたの動画でお会いしましょう。ルイでした。